市川三十郎白猿さんの心豊かな部屋。スノーマンが110分の中に込めた思い。滝沢歌舞伎ゼロの集大成。滝沢歌舞伎ゼロファイナル。スノーマン、岩本照、深澤辰也、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介が東京新橋演舞場にて舞台滝沢歌舞伎ゼロファイナル。スノーマン主演演出。2006年に誕生した滝沢演舞場は2019年に滝沢歌舞伎ゼロとしてさらなる進化を遂げ、これまで本シリーズに出演を重ねてきたスノーマンに主演が引き継がれました。また2020年には滝沢歌舞伎ゼロ2020年ザ・ムービーとして映画化を果たし、大ヒットを記録するなど舞台の枠組みを超え、幅広い層に感動を届けてきました。高い身体能力を持つ彼らのダンスパフォーマンスを前面に押し出した楽曲アクロバットをはじめ、歌舞伎、腹筋太鼓、ネズミ鼓動などに挑戦し、観客を魅了し続けてきました。今年はスノーマンが初めて演出も担い、滝沢歌舞伎ゼロのファイナルを飾るにふさわしいステージを披露します。滝沢歌舞伎ゼロファイナルに詰めたこと、集大成の舞台になるということで、岩本は自分たちがやらせてもらっていた演目にプラスして、滝沢さんがやっていた演目に今回挑戦させていただいているので、そこは多分難しかった点かつ面白かった点としてそれぞれにあるんじゃないかなと思っていますと紹介。深澤も本当に僕たちができる限りの演目は全て今回詰め込めたのかなというふうに思っているので、たくさんの人に早く見てもらいたいなと思いますと明かしました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。